続いての講師は村上正明先生です。村上先生は北海道大学獣医学部を修了後、大阪大学大学院医学研究科博士課程を経て、1993年から北海道大学免疫科学研究所助手を務められました。2000年からは海外で研究を行い、2003年に大阪大学大学院医学系研究科助教授に就任されました。2014年からは北海道大学遺伝子病制御研究所大学院医学院の教授、2016年からの4年間は遺伝子病制御研究所長を務められました。2021年6月からは量子科学技術研究開発機構量子生命科学研究所で、11月からは自然科学研究機構生理学研究所分子神経免疫研究部門を主催していらっしゃいます。本日はゲートウェイ反射による組織特異的炎症性疾患の誘導機構と題して、脳神経系と免疫の関係をお話しいただきます。それでは村上先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回このような機会を与えいただいた港先生、本庄先生をはじめ京都大学の方々、また金沢様はじめ稲盛財団の方々に御礼申し上げます。本日はゲートウェイ反射というお話をしますけれども、この話の後で、免疫系は神経系で制御され、逆に免疫系は神経系を制御するということが少しでも分かっていただければと思います。ゲートウェイ反射の発見は IL-6 というサイトカインの研究を基盤として発見されております。特にこの IL-6 の研究の中でも IL-6 アンプという機構が、私たちが2008年に発見したんですけれども、これを基盤にしております。IL-6 アンプは非免疫細胞での炎症誘導機構であります。IL-6 はというサイトカインは1986年、モレキュラークローニングされて遺伝子が決定されて、その後、その結晶も解かれて随分研究をされてきた、サイトカインでございます。この IL-6 というサイトカインは非常に関節リウマチと関連があります。関節リウマチはこの関節の中で非常に炎症が始まって病気になって、この写真にありますように骨の変形あるいは破壊まで行ってしまうような、この関節に特異的な炎症性の疾患でございます。この関節リウマチの患者さんに抗 IL-6 受容体抗体を投与しますと、この関節リウマチが随分良くなるということが分かっております。これは大阪大学の岸本先生、平野先生の発見でございますが、これを私自身はじめに研究をいたしておりました。2008年、これは私がこのアメリカのデンバーといって、今スキーの季節でございますが、デンバーにも非常に大きなスキー場があって、そこで浜崎先生がお話になって T 細胞の研究をしに留学させていただきました。フィリッパ・マラク先生という T 細胞の大家の先生のお部屋でございましたが、この2002年に私が大阪大学平野先生のお部屋に帰ってきたんですけども、その時の IL-6 研究の疑問といいますと、先ほどの抗 IL-6 受容体抗体っていうのが、臨床研究によって関節リウマチにどうやら効くようだということが分かってまいりました。で、平野先生の、逆に言いますと、どのようにこの IL-6 信号の遮断が関節リウマチを改善するのかという疑問になります。平野先生の部屋では、IL-6 をもともと研究なさっていたんですけども、この IL-6 依存性の良いマウスモデルがないからじゃないかということで、そのある一つのマウスモデルを作りました。
これは I6 の信号というのは I6 受容体と GP130 という大きな分子にこう結合しまして、細胞内に信号を伝えるわけでございますが、その時に先ほど本庄先生のお話にもあったようにアクセルとブレーキという2つの信号が伝わります。でこのアクセルは STAT3 という転写因子が司るもので、ブレーキの方は SOC3 というブレーキなんですけれども、これのバランスで正常な炎症反応が引き起こります。でこの渥美君という大学院生が作ったのは、このブレーキ役の SOC3 が結合する759番目のチロシン残基アミノ酸をフェニルアラニンに変異して、このブレーキが効かなくなったようなマウスを作出しました。そうしますと IL-6 のシグナルによって結合によって過剰な STAT3 転写因子が活性化されて、生後1年ほど、結構これ時間がかかるんですけど、左右対称性に骨の破壊まで行くような関節リウマチによく似た病状が発症しました。これを F759 関節炎と呼ばせていただきます。で、型通り大学院生と当時の大学院生と様々な免疫の細胞がないようなノックアウトマウスとは掛け合わせていきましたところ、これがただの野生型の F759 マウスですけど、先ほどの浜崎先生のお話にあったヘルパー T 細胞がないようなマウス CD4 ノックアウト、あるいは MHC クラス2ノックアウトマウスでは、この F759 関節炎が随分良くなるということが分かってまいりました。次に行ったことは、その免疫の細胞と非免疫の細胞、免疫以外の細胞にどちらに IL-6 の過剰な信号が入ったときに病気になるかということを、先ほどのデイビッド君が実際の臨床では行ったような骨髄移植実験というものを先ほどの F759 マウスに行ってみました。そうしますと、私もこの当時その免疫学者で、免疫の細胞に IL-6 の信号が効いて病気になるに違いないと思っていたんですが、答えは逆で、非免疫系の細胞に IL-6 の信号が過剰に入った時だけ関節炎が発症されるということが分かってまいりました。ちょっとこれはびっくりしたんですけど、で2008年に分かったことは、加齢にて、先ほど浜崎先生のお話にあったように記憶活性化したようなヘルパー T 細胞がどん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 血中に増えてまいります。そうしますと、関節というのは実はいつも物理的ストレスで微小な出血というのが生じておりまして、この活性化したヘルパー T 細胞が関節という局所に非常にたまるという現象になります。そうしますと、サイトカインがたくさん出ております。で特に NF-κB の刺激因子、これが炎症のもうなんていう最も重要な転写因子と言ってもいいような転写因子なんですけど、それの刺激因子 IL-17A あるいは TNF-α がこの関節の中で多くたまる、この時に IL-6 もたまってまいります。そうしますと、非免疫系の細胞に働いて、今度は非免疫系の細胞からさまざまな分子、IL-6 もそうだし、あるいはいろんな免疫細胞を集めるケモカイン、あるいはその組織の細胞をどん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 増やすような増殖因子がこの関節の中でたまる。それが病気である。つまり、この非免疫系の細胞が非常に病気のキーになるということで、IL-6 アンプといって研究を現在も続けております。で現在 IL-6 アンプがどのような働きをしているかというのを、たくさん の臨床系の先生方とも共同研究させていただいて分かったことは、後ほどお話ししますゲートウェイ反射、これ血管にこう少し緩みをつけるような神経の働きですけども、それを行うのが一つ、それともう一つは、組織の中では病気の目を慢性化する、あるいは増悪するという因子であるということが分かりました。NF-κB が非常に効いているんですが、そこに IL-6、STAT3 系が非常に効いているという話になります。で、この IL-6 アンプの研究で分かったことは、組織ごとに IL-6 アンプに活性化しやすいという細胞が存在するということが分かりました。例えば、関節の中では、軟骨細胞、関節滑膜細胞が、それと腎臓の中では尿細管上皮細胞が、
あるいは皮膚ではキラチノサイト、あるいは肺では気管支上皮の基底細胞、腸では腸管上皮細胞、あるいは唾液腺では唾液腺のそのものの細胞が非常に I6AMP が活性化しやすくて炎症の起点になりやすいということが分かってまいりました。逆に言うと、この組織ごとに炎症反応のマーカー制御因子があるということが分かってきて、これを現在研究もしております。でもう一つ重要なこと、分かったことは、炎症時のこの STAT3 の活性化因子っていうのがもうほぼほぼ IL6 しかないということが分かってまいりました。で、この STAT3 の活性化がなければ、先ほど申し上げた炎症で非常に重要な転写因子 NF-κB もちゃんと働くことができない。つまり NF-κB がちゃんと働くためには、 NF-κB 自体を刺激する因子と IL6、 STAT3 系が必要であるということが分かってまいりました。で、本日は特にこのゲートウェイ反射、神経系によるその炎症の制御機構であるゲートウェイ反射のお話をしたいと思います。で、ゲートウェイ反射とは、本日はその発見からその役割まで、上手に話したいと思うんですけど、なんとかその免疫系と、本日 の、 ここからの話はすべて免疫系と神経系のクロストークの話になります。この免疫系と神経系のクロストークというと、神経内分泌免疫系という学問領域が非常に有名でございまして、これは100年ほど前に発見されたグルココルチコイドが免疫反応を体中で抑えるということから始まっております。グルココルチコイドは今オリンピックもやられておりますが、いわゆるステロイドでございまして、このステロイドは、オリンピックでもその禁止薬物になっておりますが、筋肉は増やすんですけども、免疫系を非常に強く抑えるということも分かっておりますし、ホルモンなので全身性の制御で局所の制御が非常に難しいという難点もございます。これは臨床の問題でございます。で、10年ほど前から新しい免疫系と神経系のクロストーク、神経シグナル系というのが見つかっております。この学問領域のコンセプトは、特異的な神経回路の活性化が特異的な神経伝達物質の輸送ルートを作って、この端の臓器の部分、神経の部分において神経伝達物質が出ることで免疫系が制御されるというもので、先ほどのものと比べると非常に局所的な免疫制御機構ということで、臨床的にも応用できないかということが現在興味深く研究されております。特に2つの反射系で詳細に検討がされておりまして、その中の1つ、この神経シグナル系の創始者のような先生ですが、ニューヨークのケビン・トレーシー先生という先生がおられます。ケビン・トレーシー先生は炎症反射という反射を見つけております。これは迷走神経刺激によって全身の免疫系が抑制できるということを発見されて、現在臨床研究、関節リウマチとか炎症性腸疾患にアメリカではこの反射が応用されつつあります。で、もう一つ、反射はゲートウェイ反射、私たちが発見したものなんですけど、これは特に自己反応性 T 細胞が血液中に存在すると働きやすくなって病気を誘導するということも分かっております。先ほど半野崎先生が申しご説明されていましたように、この、免疫あるいは免疫記憶型あるいは活性化した T 細胞の中には、自分に反応するような T 細胞もどん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 加齢、ストレスなどで増加してくる。で、病気に関連するというのも分かってきております。で、私たちはこのゲートウェイ反射、現在6つ発見することが運よくできたんですけども、これを2つに分けることができます。環境刺激、6つの環境刺激が特異的な神経回路を活性化して、特異的な血管部位においてノルアドレナリンという神経伝達物質を出すことで、I6AMP が活性化して、そこの部位の血管が緩む。それを血管ゲートが形成されると言ってますが、ここの部位で病気が引き起こるで、それともう一つは最近発見した2つのゲートウェイ反射なんですが、この特異的な血管部位のこの微小炎症から出る ATP、 これも神経で、ATP といえば
細胞内のエネルギーということで、よくご存知の方も多いと思うんですけれども、この ATP は実は神経伝達物質としても機能しまして、それまで眠っていた神経回路を活性化して遠隔の臓器で血管ゲートを作って炎症病態を誘導するということが分かってきました。つまりこのゲートウェイ反射の研究によって、まず一つは神経系による免疫制御というのが分かってまいりました。これは全ての6つのゲートウェイ反射がこれを行うわけなんですけれども、感覚神経でこの外部刺激を受け取って最終的に血管部位で IL-6 アンプを働かすためには交感神経に乗り換えて、ノルアドレナリンが IL-6 アンプを活性化して血管が緩む。そうすることで先ほどの自己反応性 T 細胞を主体とする免疫細胞がここに入り込んで病気を誘導するというものです。でもう一点分かったことは、免疫系による神経活性化制御というものが分かりました。これはストレスと遠隔炎症のゲートウェイ反射で見つけたものなんですけども、この微小炎症が生じたような箇所から ATP が出ることで新たな神経回路が活性化して遠隔臓器に炎症免疫反応が誘導するというものでございます。でほとんど、まあ、多くのゲートウェイ反射は多発性硬化症モデル、これ中枢神経系の自己免疫疾患ですが、それのマウスモデルに EAE というものがございますが、それによって発見されております。 EAE は中枢神経系抗原に対する自己反応性 CD4T 細胞を誘導して発症させます。で先ほど申し上げたように、まあ、浜崎先生をご説明されたように自己反応性のヘルパー T 細胞 CD4T 細胞は加齢で増加して臓器病態に関連もしております。で特にこの EAE ではミエリンのタンパクをアジュバントと100日赤毒素でマウスに免疫をして中枢炎症を誘導します。私の部屋では特に移入 EAE という方法を用いております。このミエリン特異的なヘルパー T 細胞を病気のマウスから取ってきて試験管内でもう一度刺激をして正常なマウスに静脈内投与するというものです。でこの、ミエリンに対するヘルパー T 細胞を病原 T 細胞と今日は呼ばせていただきます。で病原 T 細胞を野生型マウスの静脈内に投与しますと2週ほどをピークとして麻痺を主張とする病態が誘導することができます。しかしながらこの結果自体が教科書的には非常に不思議な現象でございます。それは血液脳関門 BBB というものが中枢神経系の血管にはありまして非常に硬い状態になって免疫細胞っていうのは中枢神経系へ入っていかないということが教科書には書いてあります。ところが今回の場合病原 T 細胞は中枢に入り込んで病気を誘導したということでございました。そこでどこからどのようにこの病原 T 細胞が中枢神経系に入るのかを調べるために病原 T 細胞移入後まで5日目の病気を発症しないようなマウスを用いて全身切片を作ってみました。こちらが頭部でこちらがビブでございますが、病原 T 細胞は脳あるいは上部の、脊髄には全く存在せず腰の腰髄の部分にこの赤い点ですが存在する。この腰髄の部分の中でも特に第5腰髄 L5 のところにいて、エルゴの中でも肺側血管の周りに非常に多いということが分かりました。でこれをもうちょっと調べてみると、この病原 T 細胞の中でも TH17 細胞、これは先ほど NF-κB の刺激因子として申し上げた IL-17A をたくさん出すようなヘルパー T 細胞が集まっているということが分かりました。当時先行研究で TH17 を集めるような有損因子は CCL20 ということが分かっておりましたので、この CCL20 の発現を L2 から L6 までの肺側血管で調べてみると L5 の肺側血管で異常に高いということが分かりました。でどのようにこの CCL20 は L5 の肺側血管で誘導されているのかということなんですけど、ここで神経の活性化と行き合うことになります。で当時阪大のスポーツ医学教室には今同志社大学におられます大平先生という先生がおられて、この重力刺激とエルゴが非常に関連があるということを習いました。
この最大の高重力筋は人でもマウスでもヒラメ筋でございまして、このヒラメ筋から伸びる感覚神経はエルゴの後根神経節 DRG に接続していて、このエルゴの DRG は人でもマウスでも最大で、いつも重力で活性化しているというのはスポーツ医学では有名な話だそうです。で、この NASA で使っている地上の重力実験光子懸垂法というのも習いました。で、この光子懸垂法、尻尾をつってご飯と水はまあ正常にあげる状態にしておいておきますと、後ろ足から重力刺激をなくすることができて、この状態でエルゴの肺側血管のケモカイン量を調べてみると、これがやっぱり仮説通り激減をしておりました。そこで次に行ったのは、このヒラメ筋に弱い電気刺激を与えまして重力刺激をミミックしてあげる。そうすると先ほどのケモカインの量がドーズディペンデントに神経刺激依存的に戻ってくるということが分かって、ここまでで特異的な神経回路の活性化によって特異的な血管部位でのケモカインが誘導できるということが分かってまいりました。でもうちょっと実験をして分かったことは、この重力刺激に伴います感覚神経と交感神経のクロストークによって、このエルゴの肺側血管においてノルアドレナリンが出てまいります。そうしますと、ノルアドレナリン I6 アンプが NF カッパー B の刺激因子、ノルアドレナリンが刺激因子となって、たくさんのケモカインがこの周りで出ている。これは実は私も、今聞いている方々もほとんどここまでは言ってるんですけど、病気にならないのは血液中にその病原 T 細胞がある一定以上ないからでありまして、これがもし不幸にもあった場合には中枢炎症が生じて病気になってしまうということが分かってまいりました。で、この研究は2019年に JAXA と NASA と共同で宇宙実験をすることができました。で、目的は微小重力環境でゲートウェイ反射はどうなるかということでございますが、具体的にはミエリンの自己反応性 T 細胞と、あと網膜の自己反応性 T 細胞をマウスに入れて宇宙に送らせていただきました。これはどうして網膜のに対する自己反応性 T 細胞を入れてかと申しますと、宇宙飛行士は地上に帰ってきた時に目の病気になる率が非常にかなり高いということが分かっておりましたので、それの機構が解明できればということで送りました。で、現在それを解析しているところなんですけど、1ヶ月ほどその病気のマウスが宇宙に行ってまた正常に戻ってきて、この、マウスを生存で回収することができて、今実験をしているところですが、速報としてはエルゴの血管ゲートというものはやっぱりなくなる、しかしながら目の血管ゲートはより強くなりそうだということが分かってきております。で、次に痛みのゲートウェイ反射の話をします。これは痛みで病気は引き起こされるかどうか、私も中学高校時代はスポーツをやってたんですけど、監督とか先輩から少しぐらい痛みを我慢しろと言われてましたけども、多分痛みは我慢しない方がいいというのがこの発表でわかるかもしれません。で、先ほど申し上げたようにこの移入 EAE というのは一過性に臨床スコアが上がって、その後寛解期病気がもう再発することは通常はありません。ここで痛みを入れてあげたらどうなるかということで、実際入れてみますとまた中枢炎症が再発するということが分かり、この痛みのゲートウェイ反射がこの再発にも関連しそうだということが分かってまいりました。で、初めに感覚神経回路を遮断するために感覚神経の阻害剤という活性化の阻害剤をマウスに投与します。痛みと同時に投与していきますと再発が起きないということも分かりましたし、その時マウスはこの緑は痛みを感じていれば緑になるんですが、やっぱり感じなくなっております。で、今度は交感神経の経路の関連を調べてみますと、痛みを入れますと脊髄の周りの交感神経が実は全部首のところから腰のところまで活性化しているということが分かりました。で、実際に交感神経遮断薬である 6-OHDA を投与すると再発が痛み依存性の再発が起きないということも分かって、感覚神経交感神経のクロストークがこの再発に関連しているということも分かってまいりました。で、それでは次はゲートウェイがどうなっているかということを調べたいと思って研究を行いました。
痛みを導入すると、このエルゴ部分に非常に多くの免疫細胞が集まってくるということが分かったんですが、その中で特に注目をしたのは、MHC クラス2が特に高い食細胞に注目をいたしました。で、この食細胞のエルゴネの分布を調べてみますと、この病気の回復した時にはこのエルゴの脊髄の周りに大体まんべんなく存在をしております。ちょっと驚いたのが、この痛みを導入すると今度はお腹側の2本の血管の周りにこのように集まってくるということが分かりました。で、2015年に分かったことは、この病気の回復時の第五腰椎エルゴの状態っていうのは、この MHC クラス2肺の食細胞、残存した食細胞、これ実は血液中から来てずっとここに残っている細胞っていうのが残っていました。で、ここに痛みが入りますと2本のお腹側の血管に集まってきて、この血管を緩めて病気にしているらしいということが分かります。で、この神経回路ですが、痛みによって感覚神経が入ります。そうしますと脳の前体上界という神経核において、交感神経、特に脊髄のお腹側の血管を支配している交感神経が活性化して、ノルアドレナリン依存的に IL6 アンプがこの血管内細胞で働いて、ケモカインの一種、CX3CL1 というものが出て、この、残存食細胞を集めているということが分かりました。で、この病気の回復時には実は、病原 T 細胞は血液中しかいません。で、ここが血管がちょっと緩むので、この残存した食細胞は自己抗原を提示できるし、この血管も緩めることができるので、この部位から IL6 アンプ、血管ゲートが形成されて炎症がまた出てきてしまうということも分かってまいりました。で、ここで重要なことは、この臨床スコアが実は病気になる前となった後ではゼロ、何もないんですけども、この病気の回復時のこの組織の状態っていうのは随分病気の前とは違います。末梢血由来の組織残存性の活性化した食細胞っていうのがエルゴを中心に脊髄周囲に存在していて、それが痛みの神経回路によって先ほどの腹側の血管部位2箇所に集まってきて、その血管を緩めて中枢炎症の再発を誘導しているということが分かりました。続きまして、ストレスのゲートウェイ反射のお話をしたいと思います。これはストレスは病気を増悪するのかどうか、これは絶対やりたいと思った実験だったんですけど、それのお話をします。で、まあ、皆さんも経験があると思うんですけど、私もありますが、浅い眠り、これもマイルドなストレスになりますし、居心地の悪い環境、これはマウスでは湿気が非常に嫌いですので、敷き藁に水を少し入れておけば、この居心地の悪い環境を作ることができます。このような状態で病原 T 細胞を血液中に入れてあげますと、非常に高い臨床スコアが出る。こちらがこの小さな山の方が、先ほどの重力ゲートウェイ反射の時なんですけど、それに比べるとすごい高いということが分かってまいりました。それは何でかと申しますと、 7,8 割のマウスはもう突然死をしてしまうということが分かりました。で、いろいろ調べてまいりますと、E12 指腸が非常に出血をしていて、この E12 指腸の上皮がボロボロになっていることも分かってまいりました。で、もうちょっと調べていきますと、血中の例えばカリウム因子、あるいは心筋が壊れた時に出てくるようなトロポニン CKMB というものが非常に高まっておりますので、心臓の機能不全、あるいは心筋の壊死でこのマウスは死んでいるであろうということが分かってまいりました。で、実際にこのゲートウェイがどこにあるか、血管ゲートがどこにあるかなんですけど、ストレスをかけますと、エルゴには全く実は存在しなくて、脳の2箇所の血管部位にゲートウェイが存在する。海馬、第三脳室、視床で囲まれた血管のところに2箇所だけ、このゲートウェイがあって、そこには病原 T 細胞と先ほどの MHC クラス2が高い自己抗原を提示できるような食細胞が、浸潤しているということも分かってまいりました。で、ということは、この2箇所のストレスゲートウェイ部分で病原 T 細胞と自己抗原の提示を受けておりますので、微小炎症が生じている可能性が高いということが分かってまいりました。
それでは次の疑問は、どのようにストレス下の脳内の微小炎症は臓器不全、最後には突然死を誘導できるかということでございます。仮説としては、新たな神経回路を活性化して臓器恒常性を破綻して突然死を誘導しているんじゃないかと考えました。マウスにストレス、マイルドなストレスをかけますと、このストレス中枢 PVN が活性化する、特に TH 陽性の交感神経系が活性化するというのはもう分かっていたことです。で、次にちょっと驚いたことは、このストレスをかけた状態で中枢神経系抗原に対する病原 T 細胞を入れておきますと、 DMH、AHP というストレスに関連するような神経核が非常に活性化する。その時は TH ネガティブですので交感神経系じゃないということも分かってまいりました。で、ストレス負荷のマウスではストレス中枢が活性化して交感神経系の回路がその2箇所の特定血管に伸びているものが特に活性化して、ノルアドレナリンが出て NF-κB で CCL5 というケモカインを出しています。で、そこに血中に病原 T 細胞が存在する、自己反応性の T 細胞が存在すれば、この部位から侵入をして脳に微小炎症ができる。そうしますと新たな神経回路が活性化して突然死まで行ってしまうということが分かりました。次の疑問は、この脳の微小炎症がどのように神経回路を活性化するか、だから免疫系によってどのように神経系が制御を受けているかということでございます。で、行ったのはこの ATP に注目をしました。これはもう先行研究で分かっていたことなんですけど、血管内皮細胞に炎症性のサイトカインをかけます。この IL-6 アンプをかけたような状態にしますと、その細胞の外に ATP がたくさん出てくる。そしてこの ATP は神経伝達物質として機能するということが分かっておりました。で、実際にこのストレスゲートウェイ2箇所の部分に ATP の受容体の阻害薬を投与してあげて、そのマウスにストレスをかけて血中に病原 T 細胞を移入してあげます。そうしますと、先ほどの DMH、AHP という神経核の活性化がほとんど見られなくなり、これは ATP によって活性化するということが分かりました。で、血便も非常に減って、死亡率も非常に低下するということも分かりました。で、2017年に分かったことは、このストレスをかけるとストレス中枢 PVN が活性化して、交感神経系が特に活性化して、脳の2箇所の特定血管に脳のアドレナリンを発現して、ケモカイン CCL5 を出しています。で、もし血中に病原 T 細胞がある一定数以上あれば、この特定血管から侵入をして微小炎症を生じ、ATP が出てまいります。そうしますと、この ATP は、神経伝達物質として機能して、最終的には迷走神経で上部消化管を支配しているものが過剰に活性化、最終的に突然死を誘導するということが分かってまいりました。で、続きまして、光のゲートウェイ反射のお話をします。これはどのように血管ゲートは閉まるのかということが分かった研究になります。ここで用いたのは実は EAE じゃなくてブドウ膜炎モデル EAU というものです。これは網膜のフォト受容体、網膜の光を感知するような受容体に対する自己反応性ヘルパー T 細胞を誘導して発症させます。具体的には IRBP という分子なんですけど、これをアジュバントと100日咳ドグと一緒にマウスに免疫をすると目の病気になります。こちら側が正常な網膜の状態で、この網膜の神経細胞、この青いのがもうほぼほぼ神経細胞ですけれども、これがきれいに並んだ状態ですが、病気を誘導すると、この網膜の神経細胞の並びが非常にぐちゃぐちゃになって、外から見ても白い斑点で、これが炎症、一つ一つが炎症、免疫細胞が集まっている状態になります。私たちが考えたのは、網膜には神経の細胞が非常に多いので、ゲートウェイ反射をより観察しやすいんじゃないかと考えました。で、この EAU の病態が免疫後、いつ頃から始まるかというのを調べてみますと、10日ぐらいからようやく見えてくる。で、10日には病原 T 細胞が初めに侵入をして、その後キラー T 細胞、あるいは食細胞が入ってくるということが分かってきました。そこで実験のデザインとしては、マウスをこの
ケージのラックの一番下にいたような状態が薄暗い環境なんですけど、そこを10日ほど経った時に、明るい環境、ラックの一番上にマウスのケージを持ってくるものと、そのまだ薄暗い環境で置いておくものの2つを作りました。そうすることで目に入る照明の量をコントロールできるわけです。そうしますと、これちょっとびっくりしたんですけど、この明るい環境にしたような目を持つマウスでは免疫細胞が目の中に入ってこれない、だから非常に炎症があまり誘導できないということが分かってまいりました。で、実際に先ほどの IL-6 アンプの状態を調べてみますと、明るい照明のマウスではIL-6アンプの活性化があんまり起こらない、薄暗い方が全然起きるということが分かりましたし、先ほどの免疫細胞をたくさん集める有層因子の発現も調べたものでは全部明るい照明で下がるということも分かりました。もちろん IL-6 の発現も下がっています。で、これまでの研究から明るい照明がこの IL-6 アンプ NF-kappa-B 信号を抑制する分子機構というものを調べようということで、実際に喉のアデレナリンの量を調べてみました。そうするとちょっと興味深かったんですけど、病気にしたマウスの時だけ明るい照明が大過剰量のノルアドレナリンを作るということが分かりました。実際にノルアドレナリンの合成酵素は病気にしたマウスで明るい照明にすると非常に高まります。で、先行研究で過剰のノルアドレナリンはその受容体発現を下げるということが分かっておりました。で、実際にこの赤いのがアルファ1アドレナリン受容体なんですけど、その数を調べてあげると網膜の血管内皮細胞でその明るい照明にしたときその減少率が非常に高いということが分かりました。で、最後の実験に行ったことは、この、薄暗い環境でも人為的にノルアデナリン経路を遮断してあげれば、ブドウ膜炎モデルは病気を抑制できるんじゃないかということであります。で、このアデナリン、アルファ1アデナリン受容体のメッセンジャー RNA を壊す薬剤、あるいはプラゾシンといって、この受容体の阻害薬を目に投与しました。今回はプラゾシンのデータを示しますが、免疫細胞は、プラゾシンの投与で、あまり入ってこなくなるし、外から見ても炎症が ほぼほぼなくなるということも分かりました。またデータは示しませんが、ケモカンや IL-6 発現も非常に減るということも分かってまいりました。で、この実験から分かったことは、この血管ゲートの閉鎖機構でございますが、薄暗い照明にしておきますと、この病原 T 細胞は血液から網膜の血管部位から入ってくる。ところが明るい照明にしておきますと、強い神経細胞の活性化が生じてノルアデナリンがこの目の中で非常に働く。そうしますと、ノルアデナリン受容体の発現が低下することでIL-6 アンプも活性化しなくなって免疫細胞の浸潤も減るということが分かりました。つまり明るい照明はノルアデナリン NF-kappa-B 系の抑制から網膜炎症の抑制を引き起こしているということが分かりました。で、最後に遠隔炎症のゲートウェイ反射をお話ししたいと思います。この遠隔炎症というのはあんまり聞いたことないかもしれませんが、例えば関節リウマチ、皮膚病の感染、間質性肺炎などでも生じる遠隔部位での左右対称性に生じる炎症であります。で、これは実際のところそのメカニズムはよくまだ分かっていないところで、遠隔炎症に私たちはゲートウェイ反射が関連しているんじゃないかと思って実験を行いました。で、用いたモデルはマウスモデルは先ほどの F759 マウスという関節マウスの関節リウマチモデルなんですけど、これを自然に待っていると1年ほど病気の発症にかかってしまいますので、足首の関節ですね、マウスの足首の関節に IL-6 と IL-17A、NF-kappa-B の刺激因子を同時に投与してあげます。そうすると2週以内に病気が発症してくる経が作れました。で、これのいいところは片方の足関節だけを病気にすることができるということになります。だから片方の足関節の炎症の状態がもう片方の反対側にどのような影響を及ぼすかが見ることができます。で、
まずはじめに両方の足関節にサイトカインを投与しますと、まあ、両方とも同じように病気になるということが分かりました。その時に感覚神経を遮断することがなんとかマウスではできます。これは顕微鏡で覗きながら手術をして、この DRG の上流のところ の, 神経を遮断するんですけど、切るんですけど、そうしますと片方の感覚神経を切っただけなのに両方の炎症がブロックできる。つまり感覚神経の回路というのは遠隔炎症を増強している、左右とも増強するということが分かりました。で、次に実際にこの感覚神経の活性化を見てあげます。片方の足関節で炎症を誘導してあげたときに DRG の活性化を CFOS で見てあげます。そうしますと面白いことに、この上流のこちら側の炎症がある方ではエルゴの DRG がのみが活性化している。ところが反対側に行ったときには L4 から L6 まで456の DRG 感覚神経がより広く活性化するということも分かりました。で、結果は示しませんが、このトレーサー、ウイルスのトレーサーを 片方の足関節に打ってあげて、どのような神経回路をたどって反対側まで行くかを見たときに、この下部の胸髄を通ることが分かりました。そこでこの下部の胸髄を手術で縦切りをして、ここの神経回路を遮断してあげたときにどうなるか、反対側のこの感覚神経の活性化がどうなるかを見たときに、この縦切りによってこの下部胸髄の縦切りで反対側に神経の活性化がいかないということが分かりました。で、次に重要なことは、脊髄の中でどのような神経回路のネットワークを使って反対側まで行っているかということなんですけど、実際この足関節にサイトカインを投与して CFOS 陽性になるような神経っていうのは、実は全てプロエンケファリンというその神経のネットワークでありました。これはプロエンケファリンのネットワークが脊髄に存在することは分かっていたんですけど、実際何をやっているかはほぼ分かっていなかったので、今回の発見によって脊髄内のプロエンケファリンは遠隔炎症に関与していることが一つの役割であるということも分かりました。次に行ったことは、この、反対側の足関節でどのような神経伝達物質が出て炎症が誘導されるかということで、6つの神経伝達物質の濃度を測ったんですけど、変わっていたのは、先ほどのストレスの時も関与していた ATP のみでありました。で、実際にこの反対側の足関節のところで ATP の合成酵素を見てみると、非常にこの片方の足で炎症を誘導すると ATP 受容体合成酵素、ATP 合成酵素が非常に高まるということが分かり、ATP がやっぱりこっちで出ているということが分かりました。で、実際に ATP を遮断してあげて、両方の足で炎症を誘導してあげると、これ片方しか ATP 抑制してないんですけど、両方の足の炎症が抑制できる。で、ここでもうちょっと実験をして分かったのは、ATP には2つの役割があるということが分かりました。病気の発症の時です。こちら片方の足にサイトカインを投与して炎症を誘導してあげたときに、同時に ATP の信号伝達系をブロックしてあげる。そうするとここの感覚神経の活性化っていうのがなくなる。つまり ATP は感覚神経の神経伝達物質、この感覚神経を刺激するための神経伝達物質として機能しているということが1点分かりました。で、もう1点は、この片方の足で炎症を誘導してあげたときに、反対側に ATP の受容体の阻害薬を打ってあげる。そうすると炎症を誘導するその転写因子というのの発現がなくなる。 IL-6 の発現もなくなる。ケモカインの発現もなくなる。つまり ATP は炎症を増悪するような因子として、この反対側の足関節では機能するということも分かりました。で、実際にATP はどのような細胞に働くかっていうのを、その受容体の発現を調べてみると、繊維芽細胞とか血管、あるいは神経という細胞、非免疫系の細胞に作用して IL-6 アンプも実際に活性化している。つまり ATP は非免疫細胞に機能して IL-6 アンプを活性化するということが分かりました。
以上のことから分かったことは、遠隔炎症は片方の足で I6 アンプが回ると ATP が出てきて、どん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 病気を増悪する。でもう一つは、 ATP は感覚神経の活性化を誘導して反対側に、炎症状態を誘導する。その時も、非免疫系の細胞で I6 アンプが回るということが分かってまいりました。以上、今日お話ししたのは I6 アンプを少し軽めに話をして、ゲートウェイ反射に対してたくさんお話をしたんですけども、今日皆さんに覚えておいていただきたいのは、免疫系は神経系で制御され、逆に免疫系は神経系を制御するということが分かってきました。一つは分かったのは、この上流の I6 アンプを挟んで上流と下流のお話なんですけど、神経系による免疫反応の制御では、神経外的な、刺激によって神経回路が活性化して I6 アンプが免疫反応を引き起こす。でもう一つのお話は下流の話で、免疫系によってこの I6 アンプが回ったような状態のところから新たな神経回路が活性化して臓器がコントロールされるというお話でした。でこの、今日お話ししたのは私の研究室でたくさんの共同研究者の方々と行った研究をまとめたものです。ご清聴どうもありがとうございました。